さんの声届いちゃっていたんですね。そんな美誠さんとお母さんの二人三脚はすぐに始まります。練習場所は家のリビング。これは4歳の時の映像。とにかく厳しい。今しっかり構えなさい。足。小学校に入る前からなんと1日7時間にも及ぶ猛練習。何ですと。なぜここまで厳しく接したのでしょうか。そんなんじゃ取れないぞ。サイドに来たボール右肩入りすぎ。厳しい。お母さんもう辛さに泣いちゃったな。こんなちっちゃいのに練習時間は毎日なんと最低で7時間。もう絶対変ですよこれ。なぜここまで厳しく鍛えなくてはいけないのか。でも皆さん、初めてラケットを握った時からいとも簡単にラリーができたそうです。やっぱりお母さんの声届いてた。まさに奇抜な取り組みばかり。しかし美誠さんを教える上で最も大切にしていたのは基礎だったといいます。試合形式の練習は行わず、同じコースへ100本以上連続で打ち続けさせました。すると美誠さんは小学校の各世代で優勝。大人相手にも負けません。10歳で全日本史上最年少勝利。Not the serving player is signing which serve is to come, but rather her partner. Oh, beautiful. Long years Polish national team player, winning a bronze medal 1998 in the Polish men's team. Actually, this was a time when also the Polish team made it. Absolutely. Just trying to read it as well. Looks like it's going to be upspin at some point. And it was. 3 game points to Hirano and Ito again. This time they take it. Hallmarks of any professional player is the ability to pull themselves out of this.
think a little bit too much about winning. Ah, well, that one was important. Well, now. Well, now there are two, ladies and gentlemen. Fantastic performance by Mima Ito and Miu Hirano from Japan, beating Natalia.衔接在一起，这个就真的比较难，要靠默契。好球！哇，这次对这个球，他重劈就是没有什么效果，他就赶快要换接发球的方式。哇，伊藤美诚的比赛当中呢，台湾好手陈思雨是拿到了U21女子单打的冠军哦。没错，相当恭喜思雨啊，相当的不容易。对，可能整个节奏上面因为插网的关系哦，顿了一拍了，爱跟若宫三杀子的组合。所以对于这一队小妹妹也要帮学。好球，还是继续给。对，因为如果收得到效果，那么就继续。又是一样啊，这一次稍微出台的机会被平野美给掌握到了，直接攻击抢下分数。这可能会被，还是先上手。嗯，那是做连续的在他进攻，二局一出上的领先。 哇！防守能力哦，甚至在变线的时候都能够有效的击出相当好的质量。哇！会不会还是先上手？嗯，又是做连续的加压进攻，二局数上的领先。 15歳にして現在世界ランキング9位。大舞台でも自分のモットーを崩さない心の強さは母みのりさんとの二人三脚で育まれました。台の奥がミマさん。 決まった。打つ。強い気持ち。どんどん丁寧攻めていくよ。いった。おお。これも取った。最後は。今井ダリ。打つよ。怖がってないよ。おい、どっちが女王なんだ。そしてマッチポイント。 迎えた。世界女王に勝っちゃいました。まだ15歳ですよ。この強さ一体どこから来るのか。実はその裏にはある存在があった。
Singapore faced Japan in the battle for bronze in the women's team table tennis. Singapore's Yu Meng Yu defeated Ei Fukuhara in the first match. Then in the second match, Japan's Kasumi Ishikawa equalised with a win over Fung Tianwei. It was one all, and from there, 15-year-old Mima Ito took centre stage. She partnered Ei Fukuhara to take the third match, 2-1 to Japan. And Ito was called straight back to the table for the singles game, which could clinch it for Japan, against the world number 4, Fung Tianwei. Ito hardly looked troubled with a solid straight sets victory, and Japan had the 3 wins they needed.素晴らしいって思います。ああ。うわ、すごい突き方だ。ゲームポイント。ドライブを振ることだけに集中してるようには見えないですね。振られました。まずバックに振って、フォアを抜くというこの角度の広さ。では第2ゲーム、レシーブの伊藤です。打ち合い。 こういう感じで、ついていく。すごいよね。すごいです。ましたけど、行く必要は全くないです。これでいいわけですね。さあ、平野がまたチャンピオンシップポイントは続きます。伊藤、大きな声を上げて、伊藤美誠、全日本シングルス 初優勝。いやー、すごいプレーでした。勢いのある卓球でしたね。昨年悔しい思いをした。 ありがとう。 もういろいろ込めたありがとうです。もう簡単なありがとうじゃないです、これは。